はい、ございます。そっから、そっからまた負けちゃったし、あ、それいいの着てきてんじゃん。あ、これですか。ちょっと寒かったんで意外と。そう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 、ちょっとね、まだ朝冷えるかもしれない。探すんですよ、シラスを。なら多少いるかなっていう感じ。これで多分もう今向こう入れるんで、こっちも入れます。入れたで。いいよ。ジビロさんで配ってくれるチラシがあって、そののを使って試合に見に行ったのがきっかけですね。その時は中村俊輔選手の
フリーキックを森下俊くんが合わせて決めた。でもその後になぜか相手のチョンテセさんにやられてしまったっていう試合、ダービーですね。初めの頃は2層目のとこ、あの通路を挟んで上のとこ、あのスタンドの、違う、ゴールラのあの真ん中の通路あるんですね、階段のとこの、あそこの上のとこのあたりの結構上の方で見たんです。何試合かやっぱ行ってるうちに、もう周りの人もみんな一体になってちゃんと歌ったり手拍子したりって見てて、ああそういうもんなんだと思って、だんだんその席を前へ前へと移動して、もう最終的にはもうゴール裏の最前列にいたりとかもありましたね。もう僕に亡くなってるんですけど、甥っ子がいたんですけど、そのちょっと障害を持って生まれてしまって、たまたまそのヤマハスタジアムで練習があった時に、まだ七海さんが監督でいる時で、その時に、そのファンサの時に、俊介くんが僕の甥っ子のところに来てくれて、その時に医療用のバギーっていうカートみたいに、車椅子みたいに乗ったんですけど、そこまで来てくれて、甥っ子のところに来て声かけてくれて、頑張れよって言ってくれて、その場で練習の時に履いたスパイクを脱いで、サイン入れてくれて、置いてってくれたんですよね。で、その時僕ちょうど仕事で寮出てて、家に帰ったら、すごい家族で興奮してるから、どうしたのって言ったら、なんかスパイクあるよねって言って、誰のだと思うって言って、俊介だよ。って言って、嘘でしょって言ったら、すぐそこで写真見せてくれて、お、すごいねって言って、そっからですよね。もう俊介くん個人もすごい好きになったし、そういうことをしてくれる、もうジュビロっていうクラブに対して、もう本当ここでなんとかクラブのために応援したいっていうのがあって、
一言で表すのは難しいけど、うん、あえて言うんであれば、その、まあ、大げさに言うと、生活の一部かな。うん。やっぱりもう今、すごい試合のことも気になるし、やっぱその試合に行くためには、やっぱ仕事も頑張って、稼いで、チケット買わないといけないっていうのもあるけど、やっぱグッズ買うにしてもそうだし、でもそういうのもやっぱ仕事につながってくるし、逆に仕事頑張ってるから、あ、じゃあ今度試合行こうみたいな感じですね。もう本当生活の一部っていうか、うん、そうなってますね。刺激もらってます。まあその代わり負けた時にはちょっとショック大きいですけどね。うん。